ネベナ・ボジョビッチは、セルビアの歌手である。ユーゴスラビア連邦共和国、コソブスカ・ミトロビツァ、ミトロビツァ生まれのセルビア人である。オランダ・ロッテルダムで開催されたジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテスト2007に、セルビア代表として出場し、PG ・ミを歌った。ユーロビジョン・ソング・コンテスト2013では、ミルナ・ラドゥロビッチ、サラ・ヨバノビッチと共に、モイエ3名義で、 セルビア代表を務め、ルバブ・ジュスベガを歌い、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2019ではソロで、セルビア代表を務め、クルーナを歌う。2013年は準決勝敗退で終わったものの、2019年は決勝進出を果たした。ボジョビッチは、史上初めて、ジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテストとユーロビジョン・ソング・コンテストの両方に出場した歌手である。 コスボメトヒア自治州北部の都市、コソブスカミトロビツァ、ミトロビツァに生まれ、幼少期を過ごす。その後ベオグラードに移り、ベオグラード芸術大学に通う。2007年のジュニアユーロビジョンソングコンテストの、セルビア代表選考、イスバーザ・ディーク・ジュー・ペスム・エベレバイ・ジージャー・ドミ、優勝を果たしたことにより、オランダ・ロッテルダムで開催されるジュニアユーロビジョンソング。 コンテスト2007のセルビア代表となった。2007年12月8日、PGM はコンテストで3位に入賞し、ジュニアユーロビジョンソングコンテストではセルビア史上最高順位をマークした。2009年、モンテネグロの音楽祭、スンチャネスカレに出場して TI を歌う。2012年、音楽タレントオーディション番組、ザ・ボイスのセルビア版。 プルビグラススルビーエに出場、半年近くにわたって、課題をこなして、決勝進出を果たすが、最終的に、ミルナ・ラドロビッチに敗れて2位となった。このイベントで優勝したミルナ・ラドロビッチ、3位であった、サラ・ヨバノビッチと組んで、モイエ3名義で、ユーロビジョンソングコンテスト2013の、セルビア代表選考に挑み、優勝したことにより、セルビア代表に選出された。 モイエさんは2013年5月にスウェーデンマルメで開催されるユーロビジョンソングコンテスト2013にてセルビア代表として代表曲ルバブジュスベガを歌う。ありがとうございます。